俺の知ったはず。ええ、うん、21歳知ったな、すいませんでした。いや、でもこいつは結構わー言うタイプだから、あ、まあそんな、まあ年下だけど、え、付き合ってる。みなさんこんにちは。はい、トゥテレトテトテトテテトテレトテトテトテテ。hari ini kita mau kita mau melanjutkan konten melihat public figure cewek Indonesia. Yeah. Ini kayaknya part 6. Banyak banget. By the way, ini mereka yang request. Yeah, karena yeah, mereka pingin lihat lagi. Dia nanya, ada yang baru? Ada yang baru? Kongkai, naga, tabun, itinan buri dah kara. Ya, moto kamu sih nih. だいぶ変わったよね。状態が。Yusuke が tinggal di Indonesia lama。そう。Tomo juga mulai polem-polem。Suka juga lama di Jepang gitu gitu。Jadi、多分面白い。そうだね。多分あの好みとかも変わってるかもしれない。あ、そうだね。まだ我々もね、年齢をとか。そう。重ねてるから。1年以上経ったから。そうだね。当たるといいな。女性がね、好きになってるかもしれないから。そうなの、大塚くん。かもしんないからね。ちょっと大塚くん。そっか。大塚が一番びっくりするんだよね。そうね。確かに。そう。ちょっとね、可愛いし、紹介してほしいしね。なるほど。これ全部インドネシア人だよね、一応。あ、そう。OK ね。で、タイプかどうか。あ、OK。はい。First one。しゃあ。俺の友達。友達か。これ、知り合い。ああ。名前は、フォンジー。フォンジー、はい、これあの人やん、サムスンの人やん。ああ、知ってる、見たことある。お前コラボしたことあるよね、この団体と。だから知ってる俺。ってことはモデル？モデルじゃない。モデルもやってんのかな。何の人だったっけな。俺さ、サムスンのあれっていうのは知ってんだけど。そう。俺知ってる。会ったことあるの？会ったことはないけど知ってる。てかインドネシア人で前髪作ってるの珍しくない？珍しいね、確かに。そう、前髪ね。インドネシア人っぽくない。あんまてか全然ないね。日本人にもいそうっちゃいそうな、ハーフ寄りの日本人みたいな。韓国人っぽい僕ね。あ、スタイルがね。スタイル。あ、そうだね。ファッションも結構そうだし、鼻が非常に綺麗。これ若いでしょ。鼻が綺麗。若いでしょ。若そう。若い。10代じゃない？19とかじゃない？17とか。17じゃない。20。俺19。じゃあ、年齢は友廣と一緒。え、じゃあ23。23。おお。じゃあ99年。あ、2000年生まれ。2000年か。2000年生まれ。おお。同い年か。マジか、めっちゃ年下に見える。ちょっと年下に見えるね。幼い。童顔。童顔って感じ。俺は89。89。職業は？え、モデルじゃないんでしょ？あの、ゲーム団体の。あ、そうだ、思い出した。そうだ、ゲーマー、ゲーマー。ゲーマー、ゲーマー。プロゲーマー。プロじゃないの？プロデューカーの、ブレナムさんで。ブレナムさん。ゲーマー兼モデルみたいな感じ。俺コラボしとったから知っとる。こいつコラボしてた？してた、してた。してた、してた。誘ってよ。誘ってよ。なんで誘ってくれない？誘ってくれたらすぐ来たのに。日本から飛んで。なんで誘ってくれないの？どうですか？かわいい。全然紹介しないからね。全然紹介してくれない。ごめんね。ごめんね。オッケー、イェイ。はい。ポンズね。ネクスト。はい。ジェスリン。え、絶対シェフでしょ。これシェフよ。絶対シェフでしょ。いや、でもね、あ、料理研究家的な。うん。ああ、この人分からんな、俺。あ、でもめっちゃ料理やん。めっちゃ料理。めっちゃ料理。絶対シェフ。インスタ見たら料理。いや、これ作ってるのか食べてるのかあれなんよ。いやね、これ作ってる人。いや、シェフだろ。いや、フードブロガーかもしれんよ。いや、シェフだと思うな。でもシェフっぽい写真ないじゃん。そうなんよね。あの服着てってこと。そう。確かに。でもこの写真見たら絶対わかる。マスターシェフや。シェフや。マスターシェフか。シェフめちゃくちゃシェフ。これズームしたら、ああ、いたアルノード。いたアルノードだ。シェフアルノードの相方か。なるほど。これ年齢、そう、彼女あのジュアラーマスターシェフ。わあ、インドネシア。すごい人だ。そうなんだ。そう、あ、ウィナーなんだ。ウィナー、すごいな。料理めっちゃ上手。いや、もう
見るからあ、じゃあこれで買ってこれから料理を極めていくみたいな。あ、そうそうそう、うん、料理振る舞ってもらいたいな。いやーすげえな、マジすごい。何歳ぐらい、これ上じゃないかな。いやだってそ料理の知識が、ね、ある程度ないとね、やっぱジュワラ取れないからね。そうね、見る見る、あ、見たい見たい。リオス、なんか彼女の、うん、あのすごい動画、うん、TikTok で長たいもの買ってでそれを変更する。あーなるほど。じゃあこれナシパダンね。Nasi Padang. Oke, okay, jadi aku bakal coba untuk buat gourmet lagi dengan nasi Padang. Bumbu aku bakal ambil. So, dengar apa, Pak? So. Ih. Ih. Cookie. In the oven. Pizza keju. Ah, cracker, cracker. Rice cracker. Ah. Yeah. Rendang wok. Rendang agar-agar. Agar-agar. Ini bakal brunoise this. Dagingnya. Ketchup, manis. Bikin aja ke jadi aku sambal dari Padang sendiri. Sambal batang. Sambal juga. Ini tadi dari nasi kan? Ne. Ah, so itu kan? Tacos ya. Tacos みたいな。Wah, umaso. Sangat kekuatan yang ada. So so so. Mari kita makan. Terima kasih. Mantap dah lah. 27俺は30。Oh no。 いや、そんな上じゃないでしょ。年26。俺の下はず。ええ、うん、20歳下だ。すいませんでした。すいませんでした。すいません。料理がすごすぎてそうそうそう、そのね、貫禄がね、その料理のあんだけ学ぶにはやっぱ歴がね必要だから、だからやっぱ尊敬のね、そうそうそう、尊敬の意味を込めて27。でも今年は23。いや、すごいわ。1個下だ。そうそう、これだね。すいませんでした。俺一回コラボしたことある。ごやしましくみそつぶけつあおさまてぎ、ほんとにガデラサあばばマジか、すげえ。いや、そう、マジですごい。じゃあなんでまだ料理できないの。なんでまだ料理できない。一回コラボだけできてない。はい、次。はいはい、フレア。フレア、なんや、これは下でしょ。これは下っぽいね。これは年齢下でしょ。アイドルじゃない。若そう、だいぶ若いもん。ああ、アイドルっぽいな。あ、日本人っぽくない。めっちゃ日本人っぽい。最初インドネシア人と思わなかった。まあなんかハーフとか。あ、そう、ハーフ。いや、ハーフじゃない。でもハーフっぽいね。ハーフっぽい。確かに前髪もあるからさ、そう、日本人っぽい顔。日本人っぽすぎる。ああ、アイドルや。俺も最初見たら、え、これインドネシア人なの。ああ、うんうんうん。最近来てるの。そう、確かに。なんか服装が結構フリフリのやつ多いから。アイドルっぽいね。これアイドルでしょ。アイドルでしょ。 JKT。 そうね、 JKT48。 え、彼女結構若いよ。いや、若いでしょ。高校生とかじゃない。いや、そこまで言わないか。いや、17と予想。高校生や。19 18。2006年。え、2006年ってことは17や。17、今年17。マジか。そう、いや、高校生。いや、だいぶ若いもんね。若いな。うん、なんかさ、こういう見たらさ、2006年でしょ。うん、で、2006年は今高校生。うん、なんかちょっと怖いよ。俺らめっちゃ友達じゃん。おじさんすぎる。そう、重すぎる。インスタとかでさ、こう名前のところに06って書いてある子がさ、いるんよ。そう、06。06。おじさんすぎる。そうそうそう。あれ、1900年代なんだけどね。2001はまだね、大丈夫なんや。そうそうそう。でも06は今、高校生。皆さんはね、1900年代の方なんで、ちょっとまだ年上なんですけど、僕は2000年の。まあでも、でも。まあでも、戦国レードでしょ。そうそうそう。いや、でもやっぱ全然違う。戦国レードでしょ。1999と2000は、全然違う。ちょっと3ヶ月、5ヶ月違う。全然違う。じゃあ、どうですか。怖いよね。やっぱでも日本の感じ入ってるもん。日本とインドネシア人のハーフって感じの顔だね。そうね。うん、そうね。まあエリカ寄りの。確かに確かに確かに。はい、次。はい。はい。プリリー。お、ロボンボジョ。お、ロボン。あ、そう、ロボンボジョ。え、いいね、すごい。えぐくね。200K?281万。フォロワーが。どうなってんの。どういう、じゃトップ10でしょ。どういう桁なの。5000万。マジか。絶対女優でしょ。ね、女優っぽいね。絶対女優。女優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 。
えぐいな。いやでもこれ見てやっぱラブワンバジョって思えるのはやっぱ俺らすごい。間違いない。見たことある。見たことある。これは結構年齢上でしょ。ね。そうだね。で昔から多分インドネシアで活躍されてたりするレジェンド、多分レジェンド的なレジェンド女優的な感じだよ。これでさ21とかだったらビッチャ28、29、これ30ぐらいだと思う。もう30でヒアンどうでしょう。27、27、27、96マジか。待って、でもさ子役の時から活躍してたでしょ絶対。そう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 。ああそういうタイプ。だから歴は長いんだ。そう歴が長い。だよね。昔あのめっちゃ大ヒットなそういうシリーズがあって、で出演してたんだ。そうそう、でそこからもで、これ会ったことあって、えあのセミナーで、うん、なんか2人ともスピーカーで、うん、で、彼女仕事とかその予定があのレベル違う、あの詰まりすぎ、もうそう詰まりすぎ、忙すぎ、なんか2024までとか、えぐっ。そうだから去年会って次の2、3年間はもう全部待ってるんです。全部あるマジか。そういや、そんな人いるんだ。それが言ってる。俺もすごい。やばい、レベル違う。子供の時からでしょ。これ可愛いね、この写真。若い感じじゃない。若い感じ、可愛いか、笑顔で。俺明後日暇なんだけど。そういうこと。俺も日本から来た。2024年まで予定あるのに俺明後日来られたら明後日。俺も友達と明後日でしかない。はい、次。ああ、え、なんか映ってねえだろ。あれ友山トルティット。あれディズニー一緒に行ってる。あれ知り合いいるな。知り合いいるな。あれ似てるな。あれ、ああ可愛いな。可愛い。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いな。めっちゃ可愛いな。似てるの。え、タイプですか。タイプです。タイプ。タイプですか。可愛い。可愛いよね。可愛い。うん。大丈夫。21歳で女優もやられてる、でゲームのあのブランドアンバサダーやられてる方ですよね。え、なんで知ってる。あのすごい仲が良い。はい。親しい関係。すごく仲いいんで。あ、一応ここ僕もね。ああ、なるほどね。これが本当だ。そうそう。へえ、コラボ投稿までしてんじゃん。そうなんです。87万いいね。えぐいんですよ。えぐ。あ、じゃ知り合い。知り合いです。まあ一応俺も知り合い。いや、それそうだよ。あ、チョブダフォで。もれ。もひろかけて。あくん。もひろあじゃ。カラーくんがリアンかって。出ない気すんな。お、あれだ。いや、はや、はや。ちょっと待って。あわせ、どこのものバンデロ。え、僕はナフォンだと思う。どうや。ツインテル。クラブにハリに、会議に。Oh, because I wanted to dress up. もう jalan jalan. Oh, もう jalan jalan. Sama siapa? Kok gak sama Tomo? Aku di sini. I'm single. Kalau ada Tomo, jalan-jalan sama Tomo.Tomo pasti ajak ya. I leave. Gomen nih, aku masih di Indonesia. Oh, cuas. I was making a TikTok, makanya kayak kaget dapat notif. Oh, gila TikTok. Anyone who calls me, I will pick up. Oh, masa sih? Ya, bukan aku aja. Beneran gak ya? Bukan aku aja. Tapi lagi live TikTok. Tapi lagi live TikTok loh. Ya. Pasti kan kalau angkat telepon, nah live-nya kan cancel kan? Iya, benar. Iya. Jadinya ya Tomo aja. It's not live, I'm making a TikTok. I was making a TikTok. Oh, making. Iyalah. Tapi demi Tomo diangkat. Iyalah. Iyalah ya. Cika. Daruiwa. Oke, Libby. Thank you. Kalau nggak ada kepentingan, nggak usah telepon, Bang Jerob. Aku nggak telepon, Tomo yang telepon. Ini penting. Oh, jadi kalau nggak penting, Tomo bisa nggak lama. Tapi Bang Jerob nggak boleh. Oh, iya. Tomo dong.終了です。あ、でも面白いのが、ともひろいつもなんかボイストの時にいつもなんか年上好きでしょ。あ、下だ。そう。リリーは年下。確かに。そう。
や普段ともがなんかベビーポイ、うん、そうなんかあの彼女がもっと甘えたいみたいな、そう甘えたいでしょ。でも今回は甘える方どうですか、マンタ。いやでもこいつは結構うわー言うタイプだから、ああまあそんな、まあ、年下だけど、え付き合ってる？違う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 、誰やこいつ、かわいいやんって。あ、そっかそっかそっか、そ DM して無視された。あ、そっか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 、無視された。そっかそっかそっか、うん、でもなんか日本人の知らんくて、でルーカスとリビング友達やから、あ、なるほどね、紹介、ルーカスが俺に紹介してくれて、ルーカスが恋のキューピッドになったと。なるほど、なるほどね。お前マジお前のこといじってるからそうだね。でもなんかともはビビとなんか TikTok 撮るじゃん、うん、なんかコメント見たら、あの初めてともひろの TikTok に女性がいる。確かに、あ、そう、瞳とか出てなかった。出てないな、出てないんだ、ビビだけ。確かに。かわいいね。次、はい、おお、あー俺知ってます。なんでお前さんこんな知ってる、すごい可愛い系だ。知ってますけど、目でか、見たことあるけど、赤ちゃんみたいな、ね、ベイビーフェイス、ベイビーフェイスすぎる。この人インフルエンサーってことしか知らない。じゃあ、待って、この人 TikTok で見たことある。そう、 TikTok で見たことある。 TikTok で見たことある気がする、この人。え、何、シンガー、なんだろう。いや、シンガーじゃなかった気がする。なんだっけな、なんかのダンスでめっちゃバズってた。ダンス名前はウナ、ウナ、うん、そう、若そう。いや、若い、はい、若い。めっちゃ動画だね。歌手です。違う、なんか、あれ、めっちゃ高校生みたい。そうね、ね、めちゃくちゃ、めっちゃビビフェイス。会ったことあるの、あれ。会ったことあって、マジで、あの、写真と一緒。ちっちゃい身長。いや、いやいや、意外と。あ、そうなんだ。背が高い。やっぱすごい。だって顔から見たら150ぐらいのさ。そう、ちっちゃい、かわいい。あ、そうそうね。かわいい。俺もそう思ったけど、でも会ったら、背がでかい。そうそうそう。18かな。TikTok か、もうちょい上かな。TikTok か、あ、TikTok か、最初からとかで、なんかあのゲームのアンバサダー、あ、出た。で、その後、あのなんか女優になる、なんか、あ、女優、映画とかさ。あ、そうね。19、俺18、19ぐらいかな。2004、あー、2004か。2004、そう、4はまだいけるわ。いけるとは、まだ範囲内。あー、え、何ですか、身長164、164、え、166。俺より高い。あ、なし。そう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 。なし。ごめんなさい。何もないけど。結構高いね。166で。俺と似たようなもんだ。そう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 。70の TikTok。なんか確かに。そう。めちゃめちゃバズってる。正解バイラル。あ、そうそう。正解バイラル。そう。なんかフォロワー。えぐ。えぐ。えぐいな。Kamu 11, aku 12. Kamu gak jelas, aku lepas. Ajo jing. そう、なんか動画見たら、なんかあの166と思わない、思わない。そうそうそう、顔しか出てないもんね、上。あ、これ何枚？え？ 87。 えぐって、えぐい、瞳みたい、えぐいな。あ、若干瞳みたい、瞳みたい、目が大きくて。あー、なるほど。あ、雰囲気がね、雰囲気が、確かに確かに確かに。 27.4 ミリオン。はい、最後、はい、これ友達。うん、あ、日本行ってない。サルマン、何してる人だ、分かんないな。本、医者。このインスタはもうなんか、あの、なんか下のインスタ、なんか最近のインスタだったら絶対分かっちゃう、バレちゃう。なるほど。うーん、頭めちゃくちゃ真面目そう。そうね。シンガー。俺でも最初見た時あれかなと思った。音楽人。俺もライターかと思った。ライター、そう、ライター。ライターかと思った。アカペラ的なシンガー。シンガー。うわー。あの、最新のイヌシャンアイドルの、あの、ジュアラ、チャンピオン。すごいね。すごいな。聞いてみたいな、これ。この写真、イヌシャンアイドルの。すげえ。本当だ、チャンピオンだ。
車もらってんじゃん。そうそうそう。えぐ。でも俺がなんか知れたのが2年前、俺の TikTok のおすすめに出て、うんうん、彼女があのギター弾いて弾きながらのシーン、うんうん、でめっちゃ歌うまい、うんうん、あとギターもうまい、うんうん、で俺が DM したの、マジでうまいとかすごい、うんうんうん、なんかいつも頑張ってねとか応援してますとかしたら気づいたらでかくなる2年後、そうそう、チャンス、じゃあ先見の目あるじゃん、さすがだ、プロデューサーやりませんか、発掘しようぜプロデューサーやりませんか、お兄さん、なんかちょっとなんか感動、感動、感動っていうか、感動ですね、めっちゃプラウド、そうだね、そうだね、聞く、聞きましょう、聞きましょう。Just the way you are. かっこよ、かっこよ、かっこよ、ギャップ、今ギャップ、うん、ふんわりした感じの歌い声というか、あーね、あのスムーズとか、そう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 、なんか可愛い系の声かと思ったら意外とね、ガーって感じ、そうそうそう、リアナみたいな、ズンとくる、ビヨンセみたいなタイプのズンとくる声で、声、かっこいい、かっこいいわ、また言えばね、うん、今回もいや素晴らしいコンテンツですね、素晴らしいね、もっと教えてほしいわ、素晴らしい企画、前回なんか買った時にサンマーコンベルトの人って、そうそうそう、ファンやん、ファンやん、ファンだからめっちゃプラウド、だから夢になる前になしてて、うん、で、でそれ夢になったから、夢になってちょっとわあ、うんうん、まあ、お父さん、そうお父さんみたいな、ヒゲがないね、ヒゲなくてもお父さん、全然大丈夫、僕だけよ、僕だけよ。はい、皆さん、ということでね、あのパート6終わりました、大盛り上がりね、大盛り上がり、ギマナはつか最後、ま、最後いや、やめくださいギマナとオリビあ、まだ俺の質問違うんだで、意外とユスケ、今回めっちゃ知ってる、ね、あ、これ知ってる、これ知ってる、ね、びっくり、もうほぼオンラインでしょ、ほぼオンラインでしょうね、はい、皆さん、それじゃあ見てくれてありがとうございました、いいね、ちょっと録音お願いします、お願いします、じゃあ、またね、ワンダブージーワー。